散開して攻撃を開始しろ。攻撃していいんだな。正規部隊とやらが掃討するという話だったが。前と同じだぜ。俺たちで全部燃やせばいい。頭が切れるじゃないか、スペアエイト。貴様らが敵基地を叩けば正規部隊の損失が減る。それができない者はおとりとして射撃の的となれ。輸送トラックを確認した。脅威ではないが始末して構わん。任せておけ。弱い者いじめは得意だ。敵の拠点は3カ所。航空戦力の運用を含めそれぞれ脅威度が異なる。効率よく打撃を与え敵基地全体の抗戦能力を奪うんだ。ない頭を使え。それにすぐ調べては射撃の的にすらならないからな。ダメだ、誘惑してる。木の周りだけでも食い止めろ。影の前の人は分からねえ。自分で考えろ、スペアセブン。救援を頼む。うちに来る一般部隊は弾薬や整備が必要になれば機関ラインを越えて補給に戻る。だがお前たちには許されない。覚悟していけ。今のはどう覚悟すりゃいいんだ。弾薬が尽きた。補給に戻る。弾がなくちゃ次払いもできん。俺も戻る。ダメだ、お前たちのためのものじゃない。そんな建前だろ。いつぐらいの俺たちに補給物資を使わせられない。だが本音では基地さえ叩けば文句はない。違うか。作戦が終わったら覚悟しておけ。いいぞ、バンドクの気が変わった。北東派が良すぎ。またトリガーだ。これは命令が来る。いい暴れっぷりだ、トリガー。口を叩くな。仕事をしろ。前方にかける奴がいねえ。動く車両はいなくなった。次の目標に移れ。今後もタコの始末は頼むな、トリガI'm sorry.
事だ。こちらスペアイレブン、前方に敵の基地を確認。地形が複雑すぎて空からじゃ無理だ。地上部隊でやってくれ。スペアイレブン、お前たちでやるんだ。だからでかい爆弾で地形ごと吹き飛ばせってんだ。司令官の野郎、ありがたく任務が来たようなことを毎度言ってるが、次から次に立案が早かないか。まるで初めから決まってたみたいだ。ドクトルザ、何が起きたら次どうするっていう戦闘競技だ。もう視野にはあるんだよ。俺たちみたいなステージがどこで死ぬかも書かれてるんだろうな。この次の作戦も決まってるってことは。待て待て待て、影をしよう。作戦内容を見当てたやつが勝ちだ。マンド君、あんたもかけていいぜ。貴様ら、生きて帰ったらどこにあったのやつか。そのドクトリンってやつ、上空にお願いさまに休みでやるよ。お前に調べられる。接近する機影を確認。方位280。こいつは無人の迎撃機だ。こいつがまさか無人機か。パイロットなしで空戦ができるのか。機械が人間に勝てるわけねえ。騒ぐな。作戦を邪魔する敵機が来ただけだ。元の任務も継続だ。来ちゃった。どっちかだけでもきついぜ。ミサイルだ。ブレイクブレイク。監視ども、これを知ってて俺たちを行かせたのか。囚人部隊はしてもらうぞ。だましやがって。クソプレイ。懲罰兵が一人前の口を聞くな。作戦は継続だ。ブレイク。ブレイク。ブレイク。
まだやる、まだやれ。ハイローラー、またミサイルだ、ミサイル。俺は俺が生き残る方にかけてない。おい、誰か落ちたぞ。誰が落ちた。ハイローラーだ、ハイローラーが落とされたぞ。一機落とされたくらいで落ち着くな、腰受けども。対空兵器が邪魔なら先に片付けろ。また一機やれたぞ。もう無理だ、撤退だ。指示に従え、戦闘継続だ。従わない者は処罰する。パイロットがいなくなるぜ。黙れ。やってられるか。決めた、俺はトリガーの後ろにつくぞ。それは確かなやつと言った方が生き残れる。死にたいやつは死なせてやれ。間違えたら勇気先生なら俺が撃ってな。カウント頼りにならない。見せましして報告したのは我々なんだよ。こういう場所だからお前たちに仕事が回ってくるんだ。ミサイル命中。本体にすらしっかり。作戦時間残り3分。敵前頭部は厳罰に処する。バッケンが吠えてやるぜ。貴様ら、覚悟しておけよ。気があるのは俺たちだけみたいだな。トリガー、ここは激化する勝負といこう。どっちが一番か、はっきりさせよう。ミサイル、残りゼロ。ブレイク、ミサイル。ロックした。落としてやる。ロックされた。機内でラジオでも聞けりゃ気持ちが乗るんだがな。ミサイル回避する。トリガーが基地攻撃まで走行できたのは車両破壊。最後に注意しろ、敵だ。カウント、後ろに敵だ。高度を下げると地上から撃たれる。ミサイルだ、かわすぞ。スペア50、ロックオン。ミサイルだ、回避しろ。デッキを捉えている。作戦終了だ、祈祷しろ。逃亡兵どもには必ず報いを受けさせるが、お前たちは見逃してやる。当たり前だ。どうかな、案外一緒くたに独房入りかもしれん。おい、誰が独房入りかかけようぜ。あの爆死頭がいたら言っただろうな。どうしたお前ら、仲間が冗談を言ったんだ。笑ってやれ。